ネポラモとゲマズ入れ替わったらなんか、うん、入るんだったら何するみたいなこと質問あったな。どういうこと、自分がネポラモだったらってこと。そう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 、何する、何する、何遊ぶ。でもさ、ポルカゲマズゲームできないから無理だわ。そんなことないよ。いや、あのゲマズってうまいゲマズじゃないんだよ。なんかそのいや、コーネは本当おかゆに誘われただけだからさ。そうなんだ。人数合わせで呼ばれただけだからコーネ。サークルやん完全に。コーネはただ本当に人数合わせで呼ばれただけ。放課後ゲーム部みたいな感じだったんだね。そうそう、3人で飲んでるけどもう1人入れたくねー、コーネでよくねーっつって。麻雀メンツ足りねーな、あと1人っつって。そうそうそう。嘘だ。そうそう、そんな感じだから。あんなロゴまであんのにめっちゃかっこいい。いや本当に、yeah. だからあれじゃない、その時は勢いだったんじゃないの。やめなよ。知らないけど。いや、でも勢いだとしてもさ、今こうやって仲良くさ、うん、みんなでできてるからさ。そうだね。なんか今の雰囲気に合ってないんだよな、ぶっちゃけ。言っちゃった。あのロゴが。うんうん、いや、なんかさ、その、うん、ゲマズで折り曲出したの知ってる。あったしな、最近。あれの時に、うん、そう、あのロゴが使われてて、もうみんな口を揃えて、あ、このロゴは、あ、久しぶりに見たーって言って。あ、このロゴまだあったんだって言ってたからみんな同じ気持ちだと思うよ。なんかあれ違う、新しいのにしたいね、うん、別にあれが悪いわけじゃないけどさ、なんかあれ来るとかっこいいけどね、すごいかっこよくてゲーム上手い人来るんだって思っちゃう、うん、あーまあ確かにちょっとイメージはね、うん、なんだろうな、学校帰りの女どもがちょっとゲーセンで UFO キャッチャーするみたいな感じじゃない、うん、もっとカラフルでポップな感じがいいかもね。じゃあ、あ、いいかも、うん、谷子さんに言うかん。ネポラボはさ、はいはい、なんでできたの？なんで、同じ規制だから。なんでできたの？それそう、設定み、あ、設定っていうか設定って何の話してんだこいつ。設定っていうか、なんかこの、うん、なんだろう、みんなの誕生秘話みたいな、誕生秘話。ああ、そうそう、あ、ネポラボは最初ホロファイブだったんだけど、うん、一人いなくなったからネポラボになったんだよ。ああ、はい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 、うん、別になんかそのリグロスですバーみたいな感じでも来なかったね別に、うん、そうだね。そう、4期生5期生なホロックスがさ異常だったよね。そう、なんか異常っていうのはさ、あの悪い意味じゃなくて、あ、わかるわかる。でもなんかホロックスバーみたいな、ホロックスですバーン、ね、勝ちましたよ、ホロックスですバーンっていうね、そっから多分変わってったよね。だからさ、やっぱホロックスってまとまってるよね。なんかそのだってそもそもなんか6期生じゃなくて、うん、秘密結社ホロックスらしいじゃんあれ。確かに、うん、わかんない、6期生でもいいのかもしれないけど、リグロスもだから、うん、ホロライブデバイスのリグロスなんですよって言われて、これはあんまり変わってないけど、ね、どんどんほぐれていって、うん、もうホロメンと遊んでるみたいな感じになってる、うん、あ、そう、最初は結構あれだよね、区切られてたよね。あ、そう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 、自分がリグロスだったらどうする、ね、うんうん、自分がリグロスだったら、うん、絶対無理。なんで無理なの。ユニットで行かなきゃいけないから、うん、いや、こうにさ、あの人と会いたくない時もあるんよ、ぶっちゃけ。まあでもリグロスちゃんもみんなそうと思うけどね、人間だもん。本当に、うん、だじゃあ我慢してやってんだね。我慢してやってるわけじゃないんだろう。いや、だから、ね、そういうね、大人な対応ができないから、こうにはもう、あ、いや、一人、もう今一人がいい。じゃあゲマズがこれからもうめっちゃゲームする方になりました、もう FPS とかもバンバンやりますね、もう今日から毎日みんなで顔合わせて、もう対面でそうちゃんとゲームの方向でやっていきますとかになったらどうする、うん、やめますっていうかも。いや、それはなんかやっぱさ、入った時とその契約内容をガラッと変えられたら、それはちょっともう黙ってられないんですけどってなっちゃうと思うよ。正直にね、なんかその入ってその1、うん、2年、3年経った後にこれからゲーマーズはそういう大会に向けてやっていくチームにしたいですって言われたら、ちょっと無理かもですってなっちゃうね。2、3年後はやばすぎる。入ってすぐだったらまだ方向性が、なんか覚悟が決まるかもしんないのに。いや、そうだね。リグロスとかはさ、ほらなんか、知らなかったみたいな、リリカとかがいたから、リリカが話聞いてないかったんじゃないか説とかあったからね。音楽とかやりますよとか、ダンスとかありますよとか。マジか。うん。なんか。やってんね。やってんね。なんでよ。